国際連合ナイロビ事務局は、ケニアナイロビにある国際連合の事務所である。国連事務局の4つの主要事務所の1つであり、ニューヨークの国連本部、ジュネーブ事務局、ウィーン事務局に次いで最後に設立された、環境と人間居住の分野に関する活動の本部となっている。現事務局長は、2018年7月に就任した、ハンナです。 国際連合環境計画と国際連合人間居住計画という二つの国連機関はナイロビに本部を置きアフリカを中心とする途上国の社会、経済開発に取り組んできた。その活動を支えるため、1996年ナイロビ事務局が設立され、両機関に対し財務、人事、物品調達、安全、セキュリティなどのサービスを提供している。また、 ケニアに置かれている他の国連機関に対しても国際会議、情報設備等のサポートを行っている。ケニアにおける国連の活動はケニア経済にとっても大きな地位を占めており、2000年の研究では年間3億5000万ドルの経済的貢献をしていると推定され、最大の外科獲特限となっている。ありがとうございます。